新型コロナの感染状況なんですが、はい、道内過去最多になったんですね,ですねえー、今日道内では7773人過去最多の感染者数確認されています亡くなったのは3人です感染者の内訳見ていきますと札幌が3172人そして小樽が過去最多213人進行局別で見ていきますとこの赤字の部分ですねえー、そして この部分ですね。過去最多、過去最多というところで、過去最多の地点が十勝管内の770人など5つの管内で過去最多となっています。十勝もなんか一気にまた増えましたね。そうですね。うん、はい。 では続いて直近1ヶ月の感染者数カレンダーで見ていきます、はい、もう黄色になってますけれどもえ今日は先週5日金曜日以来の過去最多更新となっています今週からお盆休みに入りますけれども一人一人手洗いそしてマスクの着用感染対策を徹底して過ごしていきましょう